節バディ戦これからあるんですけど、前回の試合で最後ちょっと話してた通り足をちょっと最後の場面で怪我をしてしまって、まあ前回はこう痛めながらやってたんですけど、次の日からちょっと歩けなくなって、まあ病院行ったところ肉離れをしてたということで、今日ちょっと残念ながら試合には僕は出れないんですけど、セットはちょっといろいろ変わったりして迷惑かけるところはあるんですけど、必ず勝ってくれると思いますし、もう今負けれない状況なの で相手もねなかなか手強い相手となってて、まあ得点王の選手もいたりとかするんで、まあ油断はできないんですけど、まあ、僕は今応援することと勝利するのを願う、この2つが僕の中でできることかなと思うので、今日は会場に行って全力で応援したいと思います。僕は出ないんですけど、いい選手がいっぱいいるチームなので、ぜひ最後まで凛丸の試合見てください。では行ってきます。では皆さん、この手すごく大事な試合になってくると思うので、まあ、ちょっと軽く聞いたけど、練習で少し、まあ、トラブルあったみたいな、そんなの練習は当たり前だったんですけど、もう来ないし、そういう修正能力っていうのがすごく大事だと思うので、まあ、そういう機会にして、ね、またチームがプラムになるように、まあ、ゲームで結果を出すしかないと思うし、その辺、まあ、各選手が、まあ、怪我人もいいし、誰がこう修正しようか、誰がこう、やっぱ全員がしっかり修正するという声を上げて修正していく。3年前、優勝を勝てば優勝に近づく試合となり、負けた、まあ、そういったところのことを今でも思い出した、あの試合となって、3年前で、まあ、思うことを見ると思ったし、まあ、そういった試合を欲しいなと言いたい。
Thank you.
今回の女子の試合で、まあ、タッグの点取ってきてやってきたし、まあ、本当こういった若い選手の、活躍するのをチームに大事だと思って今終わって無事勝利することできました。いやーよかった。本当にちょっと途中ヒヤヒヤした場面もあったんですけど、なんとか勝ち切ることできて、まあ忍さんのスーパーゴールもあり、啓太さんの追いついたゴールかな、最後のラストゴール、痺れましたね。よかった本当に。まあいろいろチームで、あったからこそ、本当この勝利っていうのはでかいなっていう思います。本当はね、ちょっと視聴者の皆さんに、まあこういう機会だったんで、僕が解説しながら、その試合映像を見てもらおうかなって思ってたんですけど、で、途中まで自分でこうやって解説の動画撮ってたんですけど、もうそれどころじゃなくなって、もう一旦もうそれ置いてしまって、ちょっと結局撮れなかったんですけど、こんなね、熱い試合に解説はいらないだろうということで、本当に最後まで見てくれた人たちはありがとうございます。早く怪我を治して、リーグは続いていくので、僕もいち早く戻ってチームに貢献できるように頑張ります。僕の最終目標は、何回も言うように、日本一を取ることなんで、まずは関西でナンバーワンになって、そこからまたいろんなチームとね、対戦するときに負けないようにしたいと思います。それではまた次回の動画をお楽しみください。